今日の試合を振り返っていかがでしょうか。まず勝てて本当に良かったです。ご自身のゴールシーンを振り返ってください。うまく狙いは田上のところで決めるっていうところだったんですけど、流れてきそうな感じもあったし、ミスうまくヒットできなくてもカバーしようと思ってて入ってたら来たんで決めれてよかったです。今日はどんなお気持ちでピッチに立たれましたか。昇格決まってこういろんな思いは多分おのおのあったと思うんですけど、いつも通りやろうっていうふうにチームの中で声かけてたし、それが普段通りいつもの長崎らしさを出せた試合だったと思います。今シーズン振り返っていかがでしょう。いろいろこうスタートからいろんなことがあった中で、チーム一つに、会社もこう現場もチーム一つになって同じ方向を向いていった結果だと思うので、それは本当に素晴らしいことだし、こう小さな力がこう大きな力となって、結果として現れたのは本当に良かったと思います。今日もたくさんの声援がありました。サポーターの皆さんにも一言お願いします。これからの方が厳しくなると思うんですけど、まずシーズン終わって本当に応援ありがとうございました。ひとまずこの余韻に浸ってまた新たなステージで頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。